いつものプレイアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデル AMGC63 セダンエディション507をご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが走行距離は1万4000キロ非常に低層高なお車です。フロントのバンパーに若干の飛び石とリップの部分に若干の下すり見られますがそれ以外特に目立つ傷はございません。状態良好なお車となっております。こちらのお車外装色はオブシディアンブラック。 インテリアはブラックレザーの組み合わせのお車となっておりますエディション507のモデルとなりますので専用装備が多数施されておりますフロントのグリルの部分もブラック仕上げになっておりまた LED のドライビングライトもブラック仕上げとなっておりますので非常に迫力を感じられるお車となっておりますエンジンスペックに関しましては6.2リッター V8NA エンジン馬力は507馬力を誇りますのでパワフルなドライビングをお楽しみいただけるお車となっております アルミホイルに関しましては、エディション507専用、単造の19インチのマットブラックのアルミホイルが装備されており、レッドキャリパーも標準で装備されておりますので、足元までバッチリと決まったお車となっております。また、サンルーフも装備されておりますので、室内空間、非常に広々を感じられますしまた、セダンタイプのお車となりますので、非常に使い勝手の良いお車となっております。では続きまして、リアの方をご紹介させていただきます。 テールライトの方は LED が施されておりますので非常にデザイン性にも優れているお車となっております。トランクリッドスポイラーも507のモデルとなりますので標準で装備されております。マフラーに関しましては AMG の4本出しのマフラーが装備されておりもちろんサウンドもお楽しみいただけるお車となっております。トランクの方ですね、開けていただきましてスペースの方はしっかりと確保されております。 後部座席倒してお荷物も積んでいただけますのでお荷物の収納能力も非常に優れているお車となっておりますでは続きましてインテリアの方をご紹介させていただきますシートの方は AMG のスポーツシートが採用されております運転席側若干の使用感は見られますが目立ったような傷汚れとはございませんのでご安心いただければと思いますエンジンの方ですねかけていきますはい、エンジン始動も問題なしですね ステアリングに関しましては、エディション507となりますので、アルカンタラのステアリングが採用されております。こちらですね、マルチファンクションも装備されておりますし、パドルシフトも装備されております。また、レーダーセーフティパッケージも装備されておりますので、安全性能も非常に充実しているお車となっております。ナビゲーションに関しましては、純正のハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、しっかりとバックカメラも映るお車となっております。 フロント料席に関しましてはシートヒーター標準で装備されておりますので、冬場でも快適なドライブをお楽しみいただけるお車となっております。パネルに関しましては、ブラックのピアノ調のパネルが装備されており、またこちらの方ですね、エディション507のエンブレムが施されております。シフトの方は7速の AMG のスピードシフトが採用されており、こちらのハウジングの部分ですね、アルカンタラ採用されておりますので、インテリア非常に高級感を感じるお車となっております。 また、エンジン出力のコントロールですね、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、マニュアルモードで切り替えが可能になっておりますので、こちらも一つドライブを楽しんでいただけるポイントかと思います。では続きまして、後部座席をご紹介させていただきます。後部座席の方も使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。また、こちらのお車、スピーカーに関しましては、ハーマンカードのスピーカーが採用されておりますので、音楽もお楽しみいただけるお車となっております。 気になる車内の匂いですが特にお煙草の匂いといたしませんのでご安心いただければと思いますでは今回は2014年モデル AMG C63 セダンエディション507をご紹介させていただきました走行距離 14000km と低走行なお車ですし内外装ともにコンディション良好な一台となっておりますまたこちらのお車は右ハンドルのお車となりますのでどなたでも安心してお乗りいただけるお車ですエディション507ということで多数専用装備が施され エンジンの方も507馬力までボアアップされておりますので NA エンジンらしい吹き上がる加速をお楽しみいただけます弊社でも大変人気の高いエディション507でございますお探しの方はぜひともお早めにお問い合わせいただければと思いますのでよろしくお願いいたします